にちは、うまけちです。ですね、競馬予想、今週は3つ目のね、新潟記念の方なんですが、その前に一つちょっと訂正がございます。札幌日産ステークスのね予想で、私ジャズファンク、軸で、言ってたんですが、そのジャズファンクがね、抽選に外れてしまいましてね、これ、出れないっていうね、なんともまあこの自己馬が出れないっていうね、これどうすんねんみたいな。ということでね、ちょっと急遽フォワードカフェ、これ海老名ジョッキーが乗るんですけどね、まあこれといって理由はないんですが、まあこっちにしましたということでね、ちょっと訂正いたします。はい、それとですね、新潟記念なんですが、その前にね、少しね、少しちょっとお話がございましてね、私はオーナーズホースっていうねゲームをやってまして、それがね12月でちょっと終わることになりました。それでね、そこの中でね、一緒にこうゲームしてるね、こう全国の、まあ、顔もね名前も知らないんですが、そのハンドルネームだけでね、こう集まって戦っている仲間たちがいるんですけど、ね、その中の一人でティアラさんっていう方がね、ちょっと家族の方がね、ちょっとご病気されてちょっと離れてたんですけども、昨日ね無事復活のねメールが来まして、またね12月までね、もう3ヶ月もないんですけどね、また盛り上げていきましょうということで、またね、皆さんね、またオーナーズホースやってない方もね、一度ねちょっとログインしてみてください。すごく面白いです。バンダイの人見てますか？みんなもう悲しんでるよってことでね、関係ないんでね、もう終わりますが、はい、それでは新潟記念予想いきます。はい、こうなります。とね、僕のね軸アドマイヤ大使にします。これね、一番人気がね12連敗中なんです。このレースハンデ戦なんで、かなりこれ荒れると思います。で、まあアドマイヤ大使がね、今の時点で人気がちょっと分かんないんですが、新潟のねコースはね2戦してまして、上がりが33秒2と34秒でね上がってきてましてね、これ十分合格点出せるね、レースぶりなんで、一応これが軸です。それから、ステラウィンドですね。ステラウィンド、これ函館記念の時の私確か注目馬で挙げた馬なんですけどね、ハンデもその時と同じ54キロ据え置きで、いけるんで、ね、これなら勝ち負けいけそうんじゃないでしょうか。それからクランモンタナ、これはねディープサンクでちょっと休養期間が長かったんでね、なかなか遅咲きでやっとね、ちょっと力発揮してきてるんで、こいつも要注目です。そしてアルマカフェ、暑さに強いタイプの馬です。広い新潟コースは得意としてます。こっちも復活あるんじゃないでしょうか。それからラストインパクト、これはもう有名なね、ディープサンクで休み明けをね一度使われて、上積みが見込めるのと、あと両馬場でしたらね力発揮できる、多分両馬場やと思うんですけどね、新潟日曜日は。それから、名将ナルトラ、これは七夕賞でね、見事な逃げ切りで勝利しました。で、前走の小倉ではね、トップ判定 57.5 を背負って3着、それでも3着、今回も 57.5 なんですけど、まあ克服してくれるじゃないかなっていうことで、それで、この5頭に3連複で流そうと思います。でちょっとね点数がね、今週はね3レースで多いんでね、もう馬連はもうちょっとやめときます。3連複のみの買い目で、まあ皆さんねお金持ちなんで馬連も押さえとってくださいね。私はちょっとねもうちょっとピーピーなんで、まあ、それはどうでもいいんですよね。はい、そういうことでね
新潟記念の方が、一応これで予想終わります。来週、再来週になるんかな。来週ですね。来週14日はね、私、阪神の方に、これ、ね、この間も言いましたが、行きますんで、またね、見かけましたら、お声などをかけていただければと思います。はい、それでは、新潟記念予想終わりたいと思います。ありがとうございます。